Thank you.
Thank you.
グループのエンタメには舞台、映画にはチケット代というものが存在します。ただ僕の大道芸、この大道芸にはチケット代というものは存在しません。皆さんが今ご覧になっているこの日は近くにありません。僕の賞にはまだ価値がついていない状態です。なのでこれを皆さん自身の価値観で評価を値段をつけてほしいです。僕の賞を見て面白かった、楽しかった、かっこよかった、もっと頑張れよ、物が合わせ、そういったお気持ちがございましたら、それを分かりやすい形に変えてこの帽子の中に入れていただけると嬉しいです。もし余裕があるのは、お宅でのご協力をよろしくお願いします。こんな話をすると、お前の賞本当に良かったよって、千円札を2枚、3枚、中には5000円札や1万円札をこの帽子の中に入れてくれる方がいます。そんな方たちに支えられて、僕はこの大道芸、この仕事をここまで決めることができました。これは大道芸、皆さん最後までどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ただ、ここまで話したけど、これは後で僕の話です。この後の話も聞いてください。このタイミングなんですけど、お子さんを連れのお客様、お父さんお母さん、たまにお子さんの手を強く引いて帰ろうとする方がいらっしゃいます。そんな人は、やめてあげてください。こちら、手術で、無理に興味したら絶対に立ちません。それは安心してください。まだ、別に悪いくらい。未来で帰るよ。最後に、こういった報告して、ここで立ち直るお客様、いらっしゃいます。では、僕たちパフォーマンスの中、一切ご存じありません。子供に集まってくださいここまで見てくれて、ここまで応援してくれた皆さん、一人一人が最後まで楽しんで帰っていただけること、それが一番だと思っております。ただ、どうもできませんかとご注意ください。